どうもこんにちは。今回ですね、我が家にもようやく軽バンが来ました。今回購入したのは、ダイハツのハイゼットカーゴです。多分ですね、多くの人がハイゼットカーゴじゃなくてエブリを買うんじゃないかと思ってたと思うんですが、ハイゼットカーゴを選びました。選んだポイントとしては、エブリの方が乗ってる人が多いので、ちょっと天の弱的な感じでハイゼットカーゴを選んだっていうのと、あとはですね、バッテリーの位置、バッテリーがハイゼットカーゴはね、確かこの辺にあるんですよね。これじゃなかったかな、確かこの下に入ってるって言ってたと思うんですが、外し方が分かんないから置いとこう。対してエブリはどうかというと、あの辺になるのかな、確か後部座席の後ろあたりがバッテリーだったと思います。これからね、この車は車中泊仕様にしようと思ってるんですが、車中泊仕様にするにあたってここの部分っていうのはやっぱり有効的に活かしたいので、バッテリーがあるとその上に物を置いたりっていうのが難しいのかなと思って、今回ねエブリは外しました。基本的にですね、ハイゼットカーゴを選んだ理由っていうのはその2つぐらいなんですけれども、これはこれでね、悪くない車なんじゃないかなと実物を見て思います。じゃあね、ちょっと運転席から見てみましょうか。まずね、このね、サイドポケットっていうのかな、サイドポケットはここね、深さがあんまりないです。指が入るぐらいなんですけど、ここのね、上とつながってる感じ、なんでこんな形なのかはちょっとよくわからないんですが、こういう風につながってるということですね。これね、商用車らしく、ここのね、これピラーっていうのかな、ピラーじゃないな、なんていうんだろう、ここにね、カードを入れるところと、あとね、ペン立て、ここにペンを刺すんでしょうね。仕事する上でペンは必要でしょうから、いるんでしょう。僕はいらないですけどね。全く何も考えてなかったんですが、ここにね、電動で開閉するミラーのスイッチがついてます。この辺ね、ちょっとやってみましょうか。これいきます。これはね、あったら地味に嬉しい機能ですよね。運転席はこんな感じになってまして、メーター類もなんか商用車っぽい感じですよね。この辺はナビとか、ナビはねつけてもらったんですよ。やっぱりですね、運転中にスマホを見てるっていうのはまずいのかなということで、ナビがついてます。ここもね、すごく商用車っぽい感じ、なんか軽トラの感じですよね。軽トラみたいなエアコン類のスイッチで、この辺のシフトも普通な感じですね。ここに2つポケットがあるんですが、なんかタバコとかが入るような感じなのかな。で、これは計らずもな感じだったんですが、車を買うときにですね、そういえば ETC つけるの忘れたとずっと思ってたんですが、最初からついてました。多分前の人がつけてたんでしょうね。で、助手席もね、同じ感じですよね。で、ここ運転席と助手席の間はサイドブレーキがあって、ちょっと小物置き場みたいなのがあります。ここのね、サイドブレーキがこの足元にあると一番良かったんですけども、これはね、しょうがないですね。しょうがないんですけども、これね、一番の弱点としてアームレストがないです。アームレストがないんで、それはね、後日作ろうと思ってるからいいんですけど、一応ね、それも注意事項かな。アームレストが絶対僕は欲しい人間なので、これは結構ダメなポイントかな。今度後部座席行ってみましょう。後部座席はこんな感じで、広くもなく狭くもなくって言えばいいのかな、こんな感じになってます。ちなみにね、このマットはやっぱりこれも商用車なのでゴムマット。でもゴムの方がね、僕は洗いやすいので、変にホコリっぽくならなくていいかなと思ってます。で、これが後部座席の下の部分ですね。あとね、後部座席の残念なところとしては、これはリクライニングしません。ここを引っ張ると倒せるんですけども、本当に倒れるだけっていう、なのでこの形のまんまでキープするような感じになります。後部座席に乗るのは基本的に子供たちなので、この辺は別にどうでもいいかなとは思うんですけどね。一応なんて言うんでしょう、ポケット部分がついてます。ポケット部分がついてるんですが、この辺はいらないから外しそうですね。僕は運転席と助手席の上の部分はこんな感じで、スペースは狭いんですが、少しぐらいならね、物が置けるようになってます。で、真ん中はね、ティッシュの穴がついてまして、ティッシュのね、上から下に吊るす感じで使えるようになってます。
あとですね、これ本当分かんなかったことなんですが、ここがガソリンタンクなんですが、これをね、開けるときどうやって開けたらいいのかということなんですが、それらしいものがね、あんまないんですよ。最初これかなと思ったんですけど、これは違うんですよね。さあ、どこにあると思いますか？この辺にもない。この辺は絶対違うだろう。じゃあこの辺か。もしかしたら足元か。足元もない、ない、ない。これです。これこれはね、本当分かんなかった。なんかちっちゃと思って、これは分かんなかったな俺。ハイゼットカーゴも年式によって多分違うんですが、これはね本当分かりづらいなと思いました。まあ今もう分かったから別にいいんですけども、まさかこれとはね。はい、じゃあそういうことで今度はね、後部座席を倒してみようと思います。こんな感じで寝るとね、うん、うん、こうです。あ、全然ここがあれじゃん。はい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 、でけえ。あ、寝れるね。結構普通に寝れる感じかな。ほんとね、ぴったり収まる。ほんとじゃん。ドランってする。そう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 、全然普通に寝れそうじゃね。実際こうやって座ってみてですね、感じることっていうのは、床の部分が思った以上にデコボコしているので、フラットにするっていう DIY が最初に絶対必要だなと、というのをすごく感じるのと、あとね、思った以上におそらくやることがめっちゃあるなっていう感じがします。もうね、ほんとどっから手をつけようかなって感じなんですが、車中泊をする方のブログとか動画とかをいろいろ見てて、まあね、言っても軽バンの中では狭いでしょと思ってたんですが、意外とね、これはね、快適だと思います。思った以上に全然広いですね。はい、そういう感じでですね、ちょっと駆け足に紹介しましたけれども、今回僕が買った車はこのハイゼットカーゴ。この車はですね、どんどん車中泊仕様にしていきたいなと考えてますので、ぜひこれからも見てみてください。それでは。